そのような話は全くありません。我々は繰り返しになりますけれども、予定通り実施することを前提に、安全安心な体制を取っていく。コロナウイルスが収束しなかった場合の開催の判断などについて、これはできるだけ早く決断したいと思いますけれども、どんなに遅くても1週間前には決定したいというふうに思います。で、感染の動向等を踏まえまして、例えばセレブレーション会場への観客の入場制限、あるいは沿道の観客にですね、観客の皆さんに感染拡大防止のご協力をお願いすると、こういったようなことを考えているというお話をいたしました。観客に自粛を求めるなど、そういうお考えはありますでしょうか。この3月の26日に考えて言わなきゃならんことと、7月の10日過ぎに言うこととは違うんじゃないですか。また病気がどういうふうになってますかね、コロナ、そのことも考えない。